心コーヒーの店主です。よろしくお願いします。今日は本当に皆さんお集まりいただき、ね、ちょっと長丁場で、ね、暑いし疲れちゃうんですけど、なんかとってもいい時間が、ね、みんなに楽しんでもらえてるんじゃないのかなとちょっと思って、僕もちょっと数曲ステージをやらせてもらおうかなと思います。どうぞ聴いてください。
中で課題が見つかりました。何自分の話になってる。MC をでちゃんとこう場を持たせて、そういうね MC を考えていきますので、ね、今パッて見たらどこの人が絡んでるんだろうか。サンギターのね、ボーカルギターやらせていただきますよって話いきなり自分の紹介だ。まあ、こういうのもちゃんとやってた方がいいんじゃないの。ね、ケイジ。ケイジ。あ、ゆうちゃん、ついでにさ、はい、ごめん、自分のところのボーカルのさ、うん、リバーブちょっと弱めとか。リバーブ弱め。オッケーオッケー、エフェクトね。もう、ちゃん。もう、ちゃんですけど。Thank you.
ヒゲ面のお兄ちゃんですけど、ヒゲ面に言われたくないな。サンキートでベース弾いてもらってます。兄ちゃんです。あれじゃないの、あれじゃないの、大工が使う、あ、横に絡まれてる、さあ、木の棒みたいな、かすが板、それがおわかすが、それがサンギ板、サンギ板持ってこいよっつって、いや、それで名前が全然わかんないよ。ちょっと次の曲と、じゃあ、合わせた、数値か、じゃあ合わせた、なんかハモりますじゃちょっと、こういうね、にぎやかな感じの歌をいいよねっていう歌でですね、ちょっとゆっくりですか、はい、we'll be right back.
披露したいかなとすごい嬉しそう。いや超楽しいんだよねこれてかそれね、吉村香織ちゃんとはね多分何年7年ぐらい一緒にやるのはそうそう多分そんな、なんか昔はこう弾き語りとかねやった時こういろんな、いろんな人と出会いましたね、うん、吉村香織ちゃんと行くなんかユニットやろうよってなった時に僕は危険児っていう名前がしたんですけど、はい、それ吉村香織なんて危険な香織でどうですか安直な危険な香織という見た目がちょっと遊びのユニットを遊びましたそれね、うん、これでもね振り返ってみるとね結構面白いなと思うんだよね自画自賛されるこのでも今日ファゴットさんと入るともう一番豪華な編成ですね。ちょっとね、じゃあ3曲ほどちょっと楽しい感じでやりましょうか。はい、じゃあ1曲目、スイマー聴いてください。皆さん飲み物食べてます？大丈夫ですか？全然曲中でも全然オーダーしていただいてください。ちょっと緩い感じで聴いてください。スイマー。いきます。僕入れていいですか？Yeah.
転調するの転調すると思ってたけど、転調しなかった。え俺が失敗したらしいで、俺も多分できない。転調しないで。転調しないで。そういうのは映像を見たらいい。終わってないもん。次は、危険児くんがまるまる歌も歌詞も作ってくれた、その名もタイトルは、恋。ありがたい。ノリノリな感じ。行きましょう。